クジラやシャチ、イルカはね、お母さんのお腹から生まれてくる僕たち人間と同じ哺乳類なんだ。イルカはなんと80種類以上もいて、暖かい地域から寒い地域まで世界中の海にいるよ。物の形を見分けたり、チームワークで餌を取ったり、イルカは優れた知性や能力を持っていて、それを子供に伝えていくんだよ。そしてここ名古屋港水族館ではたくさんの命が生まれているんだ。飼育や観察をすることで、今まで不思議だった海の生き物のことがどんどん分かってきたんだよ。それを知ることは、きれいな海はもちろん地球の環境を守ることに役立つんだ。みんながこの地球で安心して暮らしていけるよう、海のこと、地球のことを知って考えることが大切だね。イルカたちの体温は3度。
たちには血が取りやすいようにじっとしてもらい、尾びれから血を取ります。定期的に血液検査を行うことで、目には見えないイルカたちの健康状態を知ることができるんです。また血液検査の他にもお腹の状態を調べるために、胃液や便も、そして肺の状態を調べるために呼気の採取も行っています。さて、この採取したもの、一体どうするのかというと、こちら水族館にある検査室で獣医がすぐに検査を行います。この検査で得られた結果をもとに、薬の処方を検討したり、治療の方針を決めたりしているんです。では今度はこちらの映像をご覧ください。こちらは腹囲測定の様子です。このようにメジャーを使って測ります。この検査で得られた結果をもとに、太りすぎていないか、痩せすぎていないかを確認して、毎日与える餌の量や種類を計算し、カロリーを変更して与える餌の量を決めているんです。では今度は映像が切り替わりまして、大型画面の右下、今手を振っているトレーナーにご注目ください。トレーナーが立っている足元にある白くて四角いものが、実はイルカたちの体重計なんです。さあ、今回は1頭のイルカに協力してもらって、なんと実際に体重測定を行っていきたいと思います。今回協力してくれるのは、メスのアマイルカで名前をアイと言います。皆さんよろしくお願いします。ではトレーナー準備ができたらお願いします。トレーナーの合図を見てアイが上陸しました。さあ、今日のアイの体重は101.108kg ですね。トレーナーアイ、ありがとう。はい、小さく見えるカマイルカですが、実際に測ってみるとなんと100kg以上もありましたね。今回皆さんにはイルカたちの体重測定をご覧いただきましたが、トレーナーの合図を見てイルカがすんなりと体重計に上がってくれていましたよね。このようにイルカたちに協力してもらうことで、私たちトレーナーとイルカたちどちらも安心してイルカが行えるようになるんです。さあ、皆さんいかがでしたか？今回は
Thank you.
き物を飼育し、観察をすることによって、今まで知られていなかった海の生き物のことが少しずつ分かってきました。それらを知ることは、きれいな海はもちろん、地球の環境を守ることにつながります。みんながこの地球で安心して暮らしていけるよう、海の生き物、地球のことを伝えて考えていきましょう。夢のパフォーマンスをご覧いただき、誠にありがとうございました。すごいね、簡単なやつではなかった。